森田稽子はフリーアナウンサーである岡山県玉野市出身中学生の頃から地元 RSK ラジオのサンデーベストのリスナーでウィンド・ベルのミルクというペンネームではがきを出しこの番組の公開録音にも顔を出していた終日高等学校2年の時に第32回 NHK 杯全国高校放送コンテストに出場しアナウンス部門で優勝 高校を卒業する頃の1987年3月、京都市で行われたミスユーキツズギコンテスト全国大会でグランプリに選ばれる。そのためか着物を着ることも多い。ちょうど同じ頃、リスナーだったサンデーベストのスタッフに誘われる形で、終日女子大学入学後の1987年4月から第14代目サンベスガールとなり、 滝沢忠敬アナと一緒に出演する。大学では放送部に所属2年生になってからはサンデーベストを聞いた1年生の入部希望者が集まってきたという。また当時はアマチュアバンドの活動もしていた。RSK には入社試験に落選。卒業後は瀬戸内海放送へ入社。アナウンサーとしての仕事のほか、音楽番組、チョベリング。では、 ディレクターも務めていた。瀬戸内海放送大社後は NHK 岡山放送局契約キャスターを務める。現在はフリーアナウンサーとして地元岡山のテレビラジオ番組を担当するほか、母校、修日大学で表現文化学科の非常勤講師を務める。2008年4月1日、岡山アナウンススクールを開校、代表講師を務める。 パートナー講師は元 RSKTSC のアナウンサーだった遠藤博子。著書にガレリアを風が吹き抜け、和ごみ岡山がある。ありがとうございます。